オオクワガタは、高注目クワガタム虫かオ,オクワガタ族、オ,オクワガタ族に属するホペイオ,オクワガタの亜種であり、日本では最大級のクワガタムシである。飼育下での繁殖法が確立されているものの、乱獲や丘陵地の開発や森林伐採などにより、野生個体の生息が危ぶまれており、2007年には、純絶滅危惧種から絶滅危惧通類に引き上げられた。体調は、 野外ではオス20から76.6ミ、mm、リメートル、メス22から48ミリメートル程度である。2019年現在、飼育個体ではオス91.7ミ、mm、リメートル、メス61.5ミ、mm、リメートルの記録がある。野生下における最大個体の記録は、山梨県北駒郡スタマ超人タビラにて1981年7月25日に、 鈴木良弘氏が採集した 76.6mm の成虫で、昆虫飼育、採集用品販売や、昆虫関連書籍、雑誌販売を手掛ける、無視者が確認した2019年11月時点における、飼育下の最大個体は、2019年11月に発表された 91.7mm の成虫である。オスは大きな内葉1体と、先端部分に小葉を1体を備えた太く、 内側に湾入した大顎を持つ。体色は全身黒色だが、上羽はやや黒褐色を帯びることがある。オスの小型個体やメスの少子上面には明瞭な天国列がある。まぶち突起は目の4、5を縁取り、後方でわずかに切れている。オスの小型個体では、大顎先端の小葉は消失するが、中央の内葉はかなり小型の個体でも見られ、この主群の特徴となっている。 内一波の位置は体調によって変化し、大型個体から順に、第一内場が、大顎の中央部分から前方に向かって生える、大歯型、第一内場が、大顎の中央部分からほぼ直角に内側に向いて、生える、中歯型、第一内場が、大顎の基部に生える、小歯型という個体変異がある。ただし、他のクワガタムシと比べ変異は、連続的であるため、それほど違いは目立たない。 生息域は局所的で移動が少ないため生息地による遺伝的形質に変異が生ずる。それらの中で特徴的な多産地の形質が愛好家の間では有料血統と捉えられ研究の対象となっている。日本列島全般と近縁種が朝鮮半島から中国北東部にかけて生息している。日本国内においてはほぼ全国的に分布するが生息地域は ブナタイの原生林やクヌギの大義林に集中し、局所的である。当初部では津島のみに分布していることから、中国大陸、朝鮮半島、津島、日本本土が陸続きだった、最終表記の頃に南下分布した可能性が高いと考えられている。日本産大クワ型の成虫は、ゴールデンウィークから梅雨明け頃に活動を始め、ほとんど夜行性で、昼間は、クヌギ安倍巻なら類、 カシ類、ニデ類、ヤナギ類などの樹液が出る大木の軌道などに隠れている。性質は臆病で危険を感じるとすぐにホラに隠れる。飛ぶことも滅多になく、住みかを変える際か等かに引き寄せられる場合を除いて限定的なものと推測されている。軌道を縄張りとしたオスのもとにメスが次々と訪れる生活をカキに送り、交尾の後受精したメスは 大木の立ち枯れなどに飛来し、三座を築いたり、トンネルを掘って、その内壁に散乱する。また、散乱中のメスは、肉食傾向が強くなり、他の昆虫を捕食したり、また、同種の死骸を食べることもある。飼育下で、他種の幼虫や蛹ななどを与えると捕食することが、知られている。9月末から10月くらいになると、成虫は、越冬体制に入り、翌年の5月頃まで、 活動休止する。野生個体の生活感は生息域により異なる。甲信越や関東では2年1回地越年で、孵化から3年目の初夏に活動を開始し、成虫は繁殖活動後も一頭を繰り返す。非常にタフなことで知られており、飼育下で5から6年生きる個体も珍しくない。幼虫は、 固めの白色不及剤に見られ、肉薄畑瓦畑が付いたくぬ家の木下種類の固い、大木やチキの地上部に多い。また、クワ型との間に、俗に王国ワ型と呼ばれる雑種ができることが知られており、自然下でもごく稀に採集される、人工飼育で作出することもできる。ただし、幼虫での死亡率が非常に高く、また性別が極端にオスに偏る。王国ワ型は、 主に、大クワガタと小クワガタが交配して生まれ、また、逆の場合もある。大きさと、形は、大クワガタに近いが、やや細身で、脚部等が小クワガタに似るという特徴がある。1990年代後半からのクワガタブームの先駆けになった種で、以前は、黒いダイヤと呼ばれ大型個体が高値で、取引された。1ミリメートルの体調差でも、 大きな価格差が発生したこともあり、マスコミ報道やドラマの題材などでしばしば取り上げられた。現在では大きさだけでなく、各部のバランス、顎幅なども重視されるようになった。一時期の高値は飼育技術の発達により現在ではなりをひそめ、本種のペアがペットショップ等でも数千円程度で販売されている。大桑型は1999年に80ミリメートル。 以上の飼育個体が出現したが、その当時はまだ 80mm は夢のサイズと言われていた。しかし虫者のクワガタムシカブトムシ専門雑誌、ビークワにて開催されている市場企画クワガタ飼育レコードでは2001年の初代飼育レコードで 81.1mm が出現したのを皮切りに数々の大型個体が排出され、 2009年にて8 5ト、mm、ル超が出現し、8 0ト、mm、ル初出現から17年後の2016年にて9 0 0トルの個体が発表された。その後、2019年にはさらに記録を更新する9 1 7ト、mm、ルの個体が発表されている。ブームの一方で、乱獲や生息地の破壊などにより野生での個体数は年々減っている。乱獲。 特に在割採集や生息義のホラの破壊により多大な被害を受けた種である。この在割採集は昆虫雑誌等でも本種を比較的手軽に取れる方法として紹介され被害を加速させた。また生息義のホラを破壊する行為も多数見られた。その拡大した被害状況は新聞などの報道でも多数報じられている。これら乱獲、丘陵地の開発、 森林伐採など複合的な要因により野生個体の生息が危ぶまれており2007年には純絶滅危惧種から絶滅危惧通類に引き上げられたブリーダーによる類大飼育が大変盛んに行われているため種として絶滅の恐れはないが野生種保護の観点から主に幼虫の生息するエシ部や普及部のある紅葉自然林の保護が必要である 山梨県の韮崎市や大阪府豊野郡の世長は大都市に近いこともあり大桑は型の有名な最終地となり乱獲の影響を受け新聞などの報道もなされた。また、福島県日の江又村も生息地として知られるようになり、それに佐賀県筑後川、流域、岡山県を加え、これらは愛好家の間で五大名産地とも呼ばれる。なお、 トワダ湖周辺や東海地方の基礎三河流域なども注目されており、これらはさんとして中はブランド化している。野瀬町や兵庫県川辺郡稲川町憧谷さんに大顎の太い個体が多いとされるが、それらが本当に野生個体であるかどうかの検証は十分なされていない。禁煙種である台湾オクワガタ、グランディスオクワガタ、ホッペイ王クワガタなどと交雑し、遺伝子を線をもたらしているため、 外来種、国産を問わず、飼育個体は野外に放ってはならないと呼びかけられている。本種は、平田クワガタ類と並んで噛む力が強い種類では、あるが、反面希少性が、ミヤマクワガタや、ノコギリクワガタほど、高くなく、それら2種のクワガタムシのような分布範囲を広げたり、交雑を避ける能力が低いので、地元で最終、もしくは、最終個体から生まれた個体でない限り、 立派なし口は厳禁である。元来、オークワは、ホッペベナジューロススが、共にカービデンズの足とする考え方が支持されていた。しかし、カービデンズとホッペが、中国の同じ産地で採集されるなど、この考え方に疑問を持つ声が高まり、オークワをめぐる、分類の議論は紛糾した。国立環境研究所の主任研究員である、五花光一と小島が2002年に行った、 ミッドコンドリア DNA の解析による分子系統樹が発表され、従来博物学的知見などから述べられていた通り、日本産のオークワガタは、朝鮮半島と中国の一部に産するビノデュロサスオークワガタと同じ亜種であることが分かった。禁煙種は、台湾に住む台湾オークワガタと、ラオスインドベトナム島に住むグランディスオークワガタであり、中国本土のホペイオークワガタとも近い。しかし、 従来日本産の学名になっていた、クルビデンソウクワガタとは、ミトコンドリア DNA の解析からも、また交雑試験からも、全くの別種と分かり、足関係を見直した結果、現在は、ドーカスホペーベナジューロススの学名で呼ぶのが、適当とされる。なおカービデンズもベナジューロススも、優勢中に見られ、和妙でオークワガタとつけて呼ばれる種には、この他にも、クルビデンソウクワガタリツセマオークワガタ。 アンタイウスオークワガタ、シェンクリンオークワガタなどが知られるが、オスの大アゴの発言型と、そのニッチ以外に遺伝的共通点は少ない。なおオークワガタ族同化種の属名の元となった、パラレルピペズスオークワガタは、小型種で、オークワガタ族に統合されるまで別族扱いだった。ありがとうございます。